今日も行ってみたいと思います。今日お伝えしたいのは白 T シャツです、白 T シャツ、この夏の時期めちゃめちゃ便利ですよね。一番活躍するって言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。やっぱりコーデ選ばないんですよね、何と合わせてもいいっていうのがあるし、あと顔つりも良くなる、もう天然のレフ板効果、下からこう照らしてるっていう感じになるので、もう女性にとってはもう見えたら困るっていうものでいろいろ隠してくれるのですごく便利です。なんで白 T シャツをそのまま着るとおしゃれに見えないのかなって思うと、白 T シャツにネックレスをしたり、あとボトムスにこだわったりとか、ちょっといろいろ工夫する人がいる。白 T シャツって食パンなんです。食パンって高級食パンだったら1枚で食べても美味しいんですけど、普通の食パンってやっぱり何かしらつける、バターだったりジャムだったりっていう結構いろいろトッピングしますよね。それと白 T シャツって同じなんです。今日は同じ白 T シャツで10パターン考えてみました。それでは行ってみましょう。1枚目、食パンにバター作戦。こちら白 T シャツにジーンズで行ってみましょう。食パンにバター、一番定番の形ですよね。このジーンズなんですが、基本的にブルーを合わせたくなるんですが、大人は黒がおすすめです。黒を選ぶことでよりエレガントさ、カジュアルの中でもエレガントさが出るので、大人は絶対黒がいいです。黒は引き締めカラーでもあるので、よりほっそり見えるっていう点でもプラスになると思います。そして首周りにネックレスも忘れずに。このネックレスをすることで首周りが明るくなって顔映りが良くなります。2枚目、食パンにバターということで、今度はデニムスカートを合わせてみました。これも鉄板で素敵になる組み合わせなので、時を超えていい感じに見えるコーデです。ただ失敗すると普通になっちゃうので、今回これに関してはスカートのデザインに気を使ってください。こんな感じのタイトで珍しい巻き下げのものに出会ったら絶対買いです。3枚目、食パンにブルーベリージャム作戦です。普通っぽく見える白 T シャツなので、ボトムスに色を持ってきます。今回珍しい紫のカラーで、一見するとちょっと苦手な感じの色なんですが、白 T シャツなら全く問題ないです。なので黄色だったりグリーンだったり、普段なかなか合わすことがないものを合わせるといいかもしれません。マーマレードジャム作戦。気持ちがアップする明るい黄色のフレアスカートを合わせてみてください。普段なかなか手が出ない黄色でも白 T と合わせると、とっても印象が明るくなって素敵に見えます。ツナサンド作戦です。お仕事コーデとして黒のワイドパンツと合わせると、オールマイティという意味ではオンでもオフでも着られる白 T、落ち着いた黒のパンツと合わせればきちんと見えします。今回ワイドパンツでトライしてますが、もちろんテーパードに合わせても大丈夫。例えるなら絶対失敗しない、いつでも美味しいツナサンドが出来上がります。仕事用という意味ではツナサンドの応用編として、黒白のプリーツスカートに合わせるのもいいです。黒のカーディガンを羽織れば冷房よけにもなります。色コーデもバッチリなので、できる女性に変身。ピーナッツバターサンドです。仕事にも女子会にも使えるのがベージュのパンツ。このようにワイドパンツを選ぶと今風な感じになります。特にこのパンツはハイウエストなので足長効果が抜群。ハムサンドとしてのサロペット作戦です。こうなると白 T は完全に脇役です。流行りのインをしなくて済むので、とっても気が楽。おすすめです。フルーツサンド作戦です。これは白 T シャツの醍醐味。柄のボトムスを持ってくるととってもおしゃれな印象になります。通常柄のボトムスは合わせを縫うものがとっても難しいのですが、白 T だったら完璧です。こんな素敵な花柄のスカート、いいかもしれません。柄ということではこちらのようなストライプもおすすめです。丈の長いちょっとエスニックな香りのする癖のあるアイテムですが、白い T シャツだったらバッチリです。白 T、とにかく1枚で着るっていうよりはいろいろトッピングして自分らしさを加えていくっていうのがポイントだと思います。その基本的なその T シャツの選び方なんですが、絶対見てほしいのはこの襟ですね。襟ができるだけ広い方が大人はいいです。詰まってれば詰まってるほどちょっと若者チックというか体育着みたいになっちゃうので、ちょっとそこは避けたいなと思います。ボートネックだったりするとよりいいかもしれません。ということで今日もお伝えしていきました。この白 T シャツなんですが、今回使った白 T シャツに関しては概要欄に載せておきましたので、ぜひそちらもチェックしてみてください。すごいおすすめです。この T シャツめちゃくちゃいいです。まだまだ暑い日が続きます。皆さん熱中症等には気をつけてください。もし気に入っていただけたらチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。